皆さんこんこにちは、です今回ですね、東京オリンピック日本人初の金メダルを取ったですね高藤選手がですね、まあ、素晴らしいなと思った件についてお話ししたいなと思いますで高藤選手、本当におめでとうございますということであの負けた、ね、台湾の選手を称える姿とかですねやっぱりそのスポーツね、ね、勝ち負けを超えたまあ,あの、良さというかあの素晴らしさをですねあの見せていただけたなと思いました本当にかっこよかったです。 でまあ台湾の選手もねちょっとあの試合後はかなり落ち込んでた様子でしたけど表彰式では結構ね嬉しそうにしてたんでまあ、良かったなと思いました。でねやっぱりあのー、今回のオリンピックもどうしてもやっぱり政治的なねあのー。 問題みたいなのは当然起きるわけで、よくスポーツと政治は切り離して考えなきゃいけないって言うんだけど、絶対にそんなことは無理なんですよ、例えば東京オリンピックの開会式で台湾がですね、中国より先に、あのー、入場したのとか、ですね、中国共産党としては絶対許せないことでしょうし、これはあの批判されると思います。ですけど、まあ、当然、ね、日本としては台湾は国として認めなければいけないと思うんで、こう,こういったね、あのことをやることは別に悪いとは僕は思いません。